皆さん毎度おおきに、ことのはあかねです。はいどうも、他人の給付金でつつましく遊んで暮らしたい、葵です。お前はまた変なこと言ってんな。他人の金ってつつましく遊んで暮らすってこれ以上にないぐらい貸すやろ。他人の金って食う飯ほどうまいものってないよね。うちの銀行口座にも誰かがミスって2億ぐらい振り込んでくれないかね。うちだったらその日のうちに全額引き出して地獄の果てまで逃げ切る自信あるよ。お前に与えられるのはそこら辺に落ちてる動物のうんこくらいやろ。うんこを2億円分送ってもらえよ。別にうんこ好きだからってうんこが金塊になるわけじゃないからね。うちが純粋に欲しいのは金だけだよ。金があればうんこなんていらないよ。金さえあれば夢以外は全部買えるんだよ。お前の場合はうんこがあれば金はいらねえの間違いやろ。というわけで今回は前回に続き福島からお送りしてるよ。前回はあのお礼物をウインクしてるフィギュアあって死ぬほど高えとか言ってたな。4630万円あれば1500体以上買えるけどね。そう思うと高いんだか安いんだかわからなくなるな。そんで今回は福島のもっと南の方に行って郡山と磐梯熱海まで行く予定だよ。磐梯熱海で温泉娘のとあるイベントあるからついでにそれ行く予定なんだよな。そのイベントもこの動画投稿してる頃にはほぼ終了しちゃってると思うけどね。どういうイベントかはまあ言ったら話すよ。というわけで今回も元気に行ってみようか。しかし他人の金でうちらの人生を謳歌したいよね。こいつ初っ端から何口走ってんねん。何やべえこと言おうとしてんだよ。いやね、例の4630万円プレゼントされたやつってぶっちゃけあれ逃げ切ったもん勝ちだよなって感じするよね。あれってプレゼントではねえだろ。 Twitter で現金ばらまいてるうさんくさいアカウントじゃねえんだぞ。今時の社畜のおっさんどもの手取りって大体月30万円ぐらいっしょ。それを4630万円で割ると154ヶ月分を一気にプレゼントされたようなもんだからね。一生懸命働いてようやく手にする10年分以上の金が一気に振り込まれたらそらこうなるわなって感じするよね。その代わりになんか牢屋にぶち込まれそうな感じになってるけどな。お前もついでに牢屋に入って臭い飯でも食ってろよ。あれも何年牢屋に入るのか知らんけど金にでも変えてどっかに隠しておいて出所したら現金に変えればいいだけだよね。使い込んだつってるけど実際はどっかに隠してんじゃないの。仮に10年牢屋にぶち込まれたとしても10年以上働かないと手にできない金が隠してあって刑務所暮らしも我慢できるから余裕ぶっこいてるんじゃない。出所したところで社会的には完璧に死ぬけどな。まあ法律とかそういうの知らんからこういう風にすれば刑務所暮らしも別に悪くないよなって思っただけだからね。今回の件見てたらショーシャンクの空にって映画思い出したからあれ見るといいよ。5月20日に金曜ロードショーでやるみたいだよ。それまでに動画の編集終わるかどうかよな。LA 寮のトラックやな。3台に囲まれたで。トラックに囲まれるとちょっと卑猥な雰囲気感じるよね。ムキムキのゴリラ野郎に囲まれて、やめて、私に乱暴する気でしょ、エロ同人みたいに、みたいな雰囲気あるよね。まったくねえよ。っていうかこのトラック見て思い出したけど、こういうトラックの免許の更新って紳士力ってやつの検査あるんだよな。紳士力？やっぱお姉ちゃんそういう想像してんじゃん。紳士のお時間じゃねえよ。あの紳士力検査ってうちらはしたことないけど、ぶっちゃけあれ戦車種の免許更新の必須科目にするべきだよな。あれって要するに物と物が交差するタイミングを判断する試験やろ。チャリで走ってるとそのタイミングで追い越すと、お前危ねえぞって車マジでワンサカいるんだよな。どのタイミングで車と自転車すれ違うか分かってないやつマジで多いよね。変なタイミングで追い越して対向車も来て、こっちに幅寄せ気味に追い越す車ばっかりやからな。その試験自体を廃止しろって話もあるらしいけど、うちらは逆に全免許に採用しろって思うね。ぶっちゃけあれ音ゲーやってれば楽勝やろって思うんだよな。あれとかマジでタイミングだからね。そんじゃ最初のオタショップは前に1回だけ来たここだね。ここって前に来た記憶はあるけど動画で紹介したか覚えてないんだよな。ボケでも始まってんだね。ここの反対側にツタヤあるんだけど、昔そこにボンバーガールの缶バッジのガチャガチャ引きに来たんだよね。なんでわざわざこんなところって思うかもだけど、宮城にボンバーガールのガチャガチャなんでかなかったんだよね。そんで数年前にここまで来たんだよな。あれ動画始まる前のことでその時ここ来た記憶はあるけど、動画始めてから来たか覚えてねえな。ボケでも始まったんだね。お前さっきからうるせえな。ここのブックマーケットもなんか昔ながらの見た目だよね。外壁のかすれ具合も化粧が半分落ちたお姉ちゃんの面みたいでいいね。思いっきりバカにしてんだろ。それのどこがいいんだよ。味わいがあるって意味だよ。お前の場合絶対バカにしてるやろ。バカにしてるのはお姉ちゃんだけだよ。そういうところだからな。そんで早速やべえってやつ見つけたんだけど、これみんな見えるかな。奥の方に東北うんこのフィギュアが800円であるんだよな。あれ中古のくせにほぼ新品と同じ値段ってビビったよね。白石まで来れば新品で900円で買えるからな。あとその横にもちょっと見えにくいけどキリタンのフィギュアあったんだよね。値段は驚異の1600円でまた死ぬほどビビったよね。いやキリタンどんだけプレミアついてんだよって思ったよな。これワンチャンあれだよね。白石で仕入れて新潟とかえらい遠くのオタショップに売っ払ったらそれだけで儲かりそうだよね。郡山程度の距離でこの値段だからな。うはうはやで。そんでクソギツネはないね。クソギツネの方はさほど人気ねえんやろな。あと面白いやつあったよね。粘土炉専用の小物セットみたいなやつやな。和の暮らしとか書いてたよね。オタクってキャラの見た目は外人だけど、住んでる家は日本家屋に住んでますっていう設定好きだよね。
アニメ見てるとそういうキャラって大体一人くらいは出てくるよな。フェイトとか思いっきりそれだよね。つってもガチの日本家屋は不便すぎて人が住むようなもんじゃないけどな。そんでこの和の暮らしって若干プレミアついてたから結構昔のやつかなって思ったら今年出たやつだったのね。今年出たっていうか今年再販って書いてたな。再販される前のやつが定価1980円でこれの定価が4180円って書いてたよ。実質3倍ぐらいの値段になってるんやな。これ A と B 繋げられるって書いてたから作ろうと思えばアイスの武家屋敷みたいなめちゃくちゃでかい屋敷も作れるのかね。そのぐらい広大なスケールだったらすげーってなるな。うちらも昔何個か粘土炉持ってたけどこういうのあったら買ってたかもね。こういうのもあると飾るのも楽しいよね。まあ粘土炉ってオタク版シルバニアファミリーみたいなもんやからな。前編で500円であったレーシング肉のフィギュアあったけどここのお値段びっくりだったよね。これで1600円やな。最初の駿河屋と比べて3倍のお値段だからね。最初のあれやっぱ買っといて正解やったな。箱はこっちの方が綺麗だけど、ぶっちゃけこんな箱とか飾ったら基本的に捨てるからね。ちょっとひしゃげてる程度であんだけ値段下がるなら最初からボコボコでいいよね。ただみんなはフィギュアの箱ってどうやって捨ててるんやろな。これ基本的に紙ゴミだから資源として捨てた方がいいんだよね。スーパーでよく段ボール類の回収のボックスあるよな。あれにフィギュアの箱捨てるのってなかなか勇気いるよね。水着のフィギュアの箱とか店の人から注意されないか怖いよね。まあそれでもうちらは捨てるけどな。前に5キロ捨てるとメロン当たるってキャンペーンあったからそのうちメロンももらえる予定だよ。水着のフィギュアの箱捨ててメロンもらうってなんかあれやな。金融キャラの水着だから大丈夫だよ。あとこれちょっと気になったよね。レーシングミクとソニコがコラボしたやつっぽいね。これたまに売ってるの見かけてたけど、これってミクとソニコセットで買うと背景のステージが一つに繋がるのな。そんでこれ着てる衣装がお互いに交換した見た目になってるのな。お互いの服を交換して着るっていいよね。ユリチュウがこういうの見ると途端に妄想が膨らむんだよな。交換する服はもちろん1日着た服を交換してるんやろなとか考えてるよね。うちらもそういうのしていく？お前の服とか1日どころか1月ぐらい洗ってねえだろ。ちなみにこのフィギュアって首の軸が同じだから引っこ抜いて交換することが可能とか書いてたよね。そんで懐かしくてあれなやつ出てきたよ。このオリンのやつだけどこれって今はなきホワイトキャンバスから出してたやつなんだよな。ホバキャンつったら知ってる人は知ってるっていうか相当有名なあの話があるからね。やってることがブラックすぎてブラックキャンバスに帰ろって言われてたくらいやからな。実際最終的に経営者が偽グッズ製造して販売して逮捕されて消滅してったからな。駿河屋見るとこのフィギュアって2009年に販売されたやつらしいからちょうどブラックキャンバスになってる時のやつだね。これも無許可で作ったやつなんじゃねえかって感じするよな。詳細はめんどくさいから説明しないけどやってることがそこらの同人ごろ以上にヤバくて無関係に見てる側としては面白かったよね。なんかマジでヤクザの構想って感じやったよな。ちなみにホワイトキャンバスってもう会社はないけど店舗自体はどうなんだろうね。 Google マップ見ると看板はまだ残ってるっぽいんだよな。あれもある意味聖地巡りとして行ってみたいんだよね。ぶっちゃけ東宝って今も昔もずっと闇が深いからね。最近だとあの茶番劇のやつとかな。あれも今後どうなるか興味あるんだよね。うちら的にはボイスロイドの方に変な飛び火がなければ見てて面白いだけやからな。あと小物類でちょっと面白いやつあったよ。これ最初また食器類かと思ったらスマホスピーカーとか書いてたよな。こんな形のスマホスピーカーってなんやねんって思ったよね。そんで使い方どう使うのかと思ったら Bluetooth とかワイヤレスで接続とかそんなのかと思ったらめっちゃ原始的だったよな。電池入れてスマホを置くだけって書いてたよね。単純にスマホから流れる音楽をそのままスピーカーから流すだけっていう構想っぽいんだよな。これプライスのやつだけど今時のプライスなら Bluetooth で接続ぐらいできるやろって思ったよね。まあこれがカスってのはわかるけどどれだけうんこなのか逆に興味出たよね。お値段600円やしネタに買ってもいいレベルやけどこんなの絶対処分がめんどくさいから買わんけどな。ここのお安いコーナーだけどマジでお安いコーナーだったよね。金に余裕あったらここの棚全部買いたいぐらいだったからな。最初にこの小中佐クッションだけどこれ枕ぐらいの大きさのクッションでお値段300円とかだったからね。だいたいこういうのって1000円ぐらいするからな。大きさも結構あるしこれはちょっと欲しいなって思ったな。数ヶ月前から猫に座椅子と座布団取られてるからこれをケツに敷くのに良さそうだよね。ごちうさメンバーを全員おっさんの汚いケツに敷いて汚していくよ。あとこの辺猫のフィギュアも300円だったよな。これはあずさのやつだけど個人的には月子の方が好きだけどね。これも駿河屋で見ると2000円とかするんだよな。それが300円って安いっしょ。月子だったら買って行ってもよかったんだけどね。あずさはあんま好きじゃないから買わんで。この天使も500円とかであったからね。このロケ行った時は駿河屋で2000円ぐらいだったけど、さっき見たら1000円ぐらいまで値段下がってたな。1ヶ月ぐらいで結構値段って下がるもんなんだね。この時はこれが底値やろって思ってちょっと買いそうになったよね。あの秋田のアウトレット館でも確か800円とかだった気がするからな。あれでも安いって思ったのにそれより安いからな。ついでにこの秋山殿も200円とかかなり安いよね。このフィギュアは3月の地震で倒れて首がもげて、そのうち買おうって思ってたんだよな。そんで動画界で500円で売ってるの見つけてそれ買ったんだけど、こっちの方が安いよね。
こっち買えばよかったってめっちゃ後悔したな。っていうかこの値段だったら2体目として買っていってもいいレベルなんだよな。昔だったら何も悩まず買ってたけど、今はもう金なくてブレーキかかっちゃうけどね。ラストにちょっとレア物で XBOX のフェイタルフレームあったよ。昔うちらもこれ欲しくて当時いろいろ店舗探してたんだけど初めて売ってるの見たな。フェイタルフレームって名前はちょっと違うけど、ホラーゲームのゼロと内容はほぼ同じやからな。なんか難易度が追加されてエンディングが追加されて、新衣装が追加されてヒロインのおっぱいがでかくなってるんだって。おっぱいがでかいんだってよ。PS2 の方はやったことあるけど、エンディングが追加されたってのがちょっと気になってたんだよな。本当にそれが気になってたの？おっぱいの大きさじゃなくて？そこはノーコメントや。これ昔だったら買ってたけど、まあお値段1万円超えてるし今でもプレミアついてるんだね。まあ売られてるのは見れたしな。そんじゃ次行くか。ここは久しぶりに来たけどお安いコーナーがマジでお安かったね。こういうの見ると定期的に通いたくなっちゃうんだよな。最近だとミクのプライズで30センチのフィギュアとか出たけど、あれがお安いコーナーに出たら買いたいよね。あれまだ見てないからわからんけど箱も相当でかいやろな。というわけで着いたよ。ここは今年の初売りで来てから確か来てなかったよな。なんやかんや今年はいわきの方結構行ってたからね。どっか行った帰りに動画撮らないでちょこっと覗き見とかはしてたけど、まともに見たのは初売りの時以来だね。なんかあればええな。そんで入ってみたけどここもあれだね。若干配置変わってるね。ここはフィギュアコーナー縮小したっていうか、なんかガチャガチャが増えてたね。ガチャガチャもやっぱ儲かるから置いてるんやろな。今時のガチャガチャも1回100円とか逆に珍しいからね。前にゆるキャンカンバッジのガチャガチャやったけど、あれも1回300円とかだったからね。6種類くらいあるから全キャラ揃えようとしたら最低でも1800円だからね。かぶりもあるから絶対1800円では済まないけどな。そう思うとガチャガチャも結構金になりそうだよな。懐かしいのあったよね。イリアのフィギュアだけどこれはコミックバーで、アニメと見た目が全く違うやつよな。ファットからコミックバーとアニメバー出てたけど、やっぱ人気あるのってアニメバーの方だったよね。当時アニメバー販売された時アニメバーだけ海賊版も出回ってたからな。昔どっかのサイトでコミックバーが海賊版として紹介されてるの見た時は面白かったよね。見た目が全然違いますとか当たり前やろって思ったよね。うちらも相当適当なこと言いまくってるけどあれ絶対わざとだよな。あれは分かっててああいうレビューしてたと思うてん。ちなみに今でも駿河屋で見るとアニメバーはプレミア価格って書いてるけど、コミックバーは何も書いてないよ。あと余談やけどアマゾンで誰かこれ買ってみねえか？これ明らかに海賊版ってわかるけど投稿された画像を見ると昔ほどひどい出来栄えじゃなさそうなんだよね。4400円ならちょっと買ってみてもいいかなって思ったけど、怖いのは値段とか出来栄え云々より中華業者に住所を教えないといけないんだよね。近々引っ越す予定だったら買ってもいいけどしばらくは引っ越す予定ないしな。あと見ててちょっと気になったのが値札の他に、キュン賞とかキャワ賞とか札貼ってあったんだよね。これって要するにあれだよな。普通に売ってるしフィギュアガチャの景品としても兼ねてるってことだよな。まああのフィギュアガチャの景品とか、前々から普通に売った方がいいんじゃねえかって思ってたからね。なんで景品としてずっと置いてるか謎だったよね。あのフィギュアガチャとか実際に当たってるやついるのかも謎だったしな。ああいう景って獲得した写真周りに貼ってあるけど、数年前からの写真が5、6枚しか貼ってないからね。年に数回獲得あるかないかなんじゃねえかって感じするよな。ポッパレのレーシングミクあったけどこれなんで2010年のやつなんだろうね。他にも出てるのかと思ったら今のところこの2010年のしか出てないっぽいんだよな。ポッパレで出すならどうせなら全種順番に全部出してほしいよね。うちら的には2014年のやつ割と好きなんだけど、2014年のやつってフィギュアあんまり種類出てないよね。っていうか駿河屋見るとレーシングミクのフィギュアってその年によってえらいプレミアついてるかどう関わるんだよな。2014年と2016年のは買取価格が定価と同じだから結構プレミアついてると思うよ。見た目だけだったら2015年のやつとかいいと思うんだけど、あれとか安いからね。見た目はいいけどレーシングミクかって言われたらあんまレーシングミク感ないから安いんかね。ミクのプライスの値段はやっぱ秋田とかと比べるとちょっとお高めだね。あのアウトレット感はマジで全体的に相場の半値かそれより安いくらいやからな。秋田もまた行きたいんだよな。この時期だとそろそろババヘラのおばちゃんいるかね。夏時期に秋田走ってるとマジでそこらにババヘラのおばちゃんわんさかいるよな。たまにトイレもコンビニも何もないところにもおばちゃんいるけど、あれ大丈夫なのかね。熱中症で倒れないか心配なんだよな。ラストにシャミ子とモモのフィギュア飾ってあったよ。お値段はどっちも1万3000円やな。シャミ子の方はちょっと前に武器屋で再販されてたよね。あれ一応見てたけど売り切れって表示されてると思ったら次の日見たら販売中に変わってたよね。モモの方は駿河屋で一時こんな値段で販売されてたし、こいつらって人気あるのかねえのかよくわからねえよな。ただ飾ってあるの初めて見たけどこれの出来栄え結構いいなって思ったよね。これ前の駿河屋セールで2体で1万8000円だったけど、この出来栄えだったらやっぱ買ってもよかったな。あれはカートに入れて悩んだ結果結局買わなかったからな。そんじゃ最後にバンダイ熱海ハニちゃんのところ行って終わりだね。そこは何しに行くかっていうと、何でもイベントでハニちゃんのペーパーフィギュアってやつがあるんだよな。200円で引けるガチャでそのペーパーフィギュアと一緒にいろんな風景の写真撮って、Twitter に投稿するとグッズもらえるらしいよ。
本当だったら蔵王の雪の壁とか菜の花とかいろいろ見に行った時一緒に撮ろうと思ってたのにことごとく持っていくの忘れてたよね。まあ蔵王に持って行ったところであの地獄のような天気で多分ペーパーフィギュアとか一撃で吹き飛ばされてたと思うけどな。5月22日にオカマリベンジ行く予定だからそん時覚えてたら写真撮るつもりだよ。ちなみに5月22日って何の日かっていうと蔵王で昼クライムやってるんだよね。あれすっかり忘れてたけど今年は中止じゃなく開催って書いてたな。青葉祭りも3年ぶりに開催してたよね。青葉祭りはチラ見だけしたけどどえらい人の量でさっさと退散したな。そんで昼クライムでエコーラインの宮城側が通行止めになるから夕日を眺めながらオカマ見に行こうかなって思ってたよ。あの夕日をバックにオカマ眺めるのもえらい綺麗なんだよな。お姉ちゃんの口から綺麗とかなんかちょっと汚れて聞こえるよね。お前は全ての言葉が汚れてるんだよ。あとそういえばツイッターでもコメントでもちょいちょい言われてたけど二本松に新しくできたオタショップも行く予定だよ。あれってオープンが確か4月22日だったけど実はその日うちら行ってるんだよな。行ったけど動画は撮ってなかったんだよね。どんな感じか下見って感じだったけどミリタリーコーナーが激アツだったんだよな。蔵王の動画のエンディングでもちょろっと言ったけどシャンクのエアガンが死ぬほど安くてサバゲーやってた頃なら5丁ぐらい買ってたよね。あれから1ヶ月経ってどのぐらい残ったり減ったりしてるか見るのもちょっと楽しみなんだよな。あの時はレア物っていうか安いなって思ったフィギュアは1個か2個ぐらいあったね。それもどうなってるか気になるところや。そんで着いたよ。バンダイ熱海の観光協会ってあの正面の駅の中にあるんだよな。動画で来るのは2回目だね。表にポスター貼ってるけどこのハニちゃんフォトコンってやつだね。これペーパーフィギュアの一緒に写ってれば日本全国どこでもいいって書いてるんだよな。日本全国どこでもいいなら桜島の河口の淵とかでもいいのかね。ハニちゃんが一瞬で燃え尽きるやろ。これ最初ガチャガチャを視聴者にもプレゼントしてこれと一緒にツイッターに写真投稿して応募しましょうみたいなことやろうとしてたよね。最終的にめんどくさくなってやってないけどな。そんでこれがハギちゃんフォトコンテストのガチャガチャっぽいね。こういうおもちゃみたいなちっこいガチャガチャってあるんやな。コミケでこういうの見たことあったけど安いならうちらも欲しいよね。これでプレゼント企画の抽選も面白そうだよね。1回200円で上に乗ってるペーパーフィギュア出てくるらしいで。うちらはもちろんハギちゃんのロードバイクのやつ欲しくて狙ってたよ。ちなみに1人5回までだからそれまでに出てこなかったらうちらの負けだね。とか思ってたら2回目で引いちゃったよね。さすがに5回のうち1回は出てくると思ったけど2回目で出てくるとは思わなかったな。これ残り3回引くか迷ったけど数量限定だし他に引きたい人多分いると思うからやめておいたよ。ペーパーフィギュアの他にこの近くのショップで使える200円の商品券もくれるから引きたい人は5回マックスで引くのがいいと思うよ。見た感じこの辺の店どこでも使える感じだったしな。あとはいつものハニちゃんのパネルとか奉納されたグッズとかね。グッズ何か増えてないか見てたけどアクキーが増えてたっぽいね。まあうちらはアクキーより缶バッジ早からあんま興味はなかったけどな。地味に後ろで先客のおっさんがいろいろ話してたな。なんかビールだかサイダーだかの話してて味が変わってどうのこうのって話してるのが聞こえてきたね。前にテストで温泉娘の通販開いてたけどそれの話もしてたな。ついでに駅の構内にハニちゃんの声で案内してくれるインフォメーションがあるって聞いたからそれも見に来たよ。どこにあるかと思ったら入り口の左にあったな。これちょっと恥ずかしいっていうかタイミング悪いなって思ったのがパネルの操作し始めたと同時に客がどんどこ入ってきたんだよね。最初うちら1人だったのにちょっと気まずい感じになったよね。観光のエリアとか見ると色々あってそれ見たかったし北の萩姫伝説とかの解説も聞きたかったけどなんかいたたまれない感じになってさっさと出ちゃったな。ハニちゃんがトロトロの秘密とか死ぬほど興味あったけど聞けなかったね。まあ気になる人は直接ここに来て聞いてみてな。うちらはどうせそのうちまた来るからその時気が向いたらこの辺の全部聞いてみるよ。というわけで今回の動画はここまでや。久しぶりに福島はいわき以外来たけど結構面白いものあったね。最初のあのうねめ通りのブックマーケットがいろいろあって面白かったな。あそこは今回行って定期的に通うリストに入ったよね。あとそのうちいわきのハードオフもまた行きたいんだよな。地震の影響で工事やってたけどあれ多分もう終わってるよね。それがどうなったかも見てみたいんだよな。あといわきの駿河屋でまたオタクっすもりもり入ったのが2000円で復活してないかとかね。福島は広いからあちこち行けるからな。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。